です。だいぶ遅い時間になってしまいましたが、ちょっとつぶやきますね。10月18日、今日はもう水曜日ですね。水曜日か、あっという間に水曜日、水曜日ですね。ちょっとこのところバタバタとしていて、なかなか立ち向かえなかったわけですが、今日はなんとかこの時間に配信に迎えております。まあ、30分短い時間にはなりますが、ちゃんとつながれる時間を作ってやってまいりたいと思います。やりたいことと同じくらいにやりたくはないことも多くて、そんなギャップを埋める日々さ。 Anytime, anywhere、 大人になってもそれは変わらず、いやむしろもっとギャップは増えて、あの頃に戻りたいとつぶやく。 Anytime, anywhere、戻ったところでやるかといえば、きっとだらっとしてしまうんだろうな。君たちはどう、うまくやれてる？やりたいこと、やりたいことがなければそうだな、何でも端からやったらいいよ。経験が君を作ってゆくはずさ。 Anytime, anywhere、 It is now or never、考える前に動き出そう。ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now or never、 恥ずかしがってたらもったいない、好きな人には好きと伝えよう。勉強だって、部活だって、恋愛だって、遊ぶことだって、今しかないぜ、やるしかないぜ。 Anytime, anywhere、 大人になったらやりたくたって、できないことがどんどん増えて、やっておけばよかったなんて思いたくはないだろう。それでもなんだかやる気が起きない、そんな日もきっとあるはずだけど、だからってサボるのはなしにしようよ。もったいないよ、嫌なことだって我慢してやる、その練習だと思えばいいよ。ポジティブな考えが明日を作る。 Anytime, anywhere、 It is now or never、考える前に動き出そう。ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now or never、恥ずかしがってたらもったいない、好きな人には好きと伝えよう。Now or never、 考える前に動き出そう。ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now or never、 恥ずかしがってたらもったいない、好きな人には好きと伝えよう。 It is now or never、
anytime, anywhere, 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 anytime, anywhere. Anytime, anywhere でした。ありがとうございます。改めましてこんばんは。10月18日水曜日の夜でございます。定期ツイキャスやってまいりたいと思います。今日はまあ30分パシッとやってっていう気持ちではおりますが、このところちょっとまあ嬉しいような大変なようなで、仕事が忙しくちょっと遅くなってしまうことが多かったりとかして、できない日々が続いておりましたが、なんとかちょっと今のところ今日はやれそうだったので立ち向かってみたいと思います。1日1曲動画をアップするのをまあ地道に続けているわけですけども、このところはスキマスイッチをアップし始めていて、なんとかやっておりますが、スキマスイッチもだからやっていきたいなとは思っております。まあ、今 Anytime Anywhere 自分の曲歌ってみて、このところのなんか自分に向かって歌ってるような気持ちになりました。結構ねちょっと最近まあ焦ってたりとか忙しさに甘えてみたいな感じですけど、やらかしちゃうことが多かったりとかして、うまくいかないな35歳もっていう感じもありますけど、私は転職してちょうどまあ転職して、まあ、2ヶ月ぐらい研修があって、10月から配属だったのでちょうど1年ぐらい配属されてから立ちまして、まあ1年や、まだねペーペーですけど、1年やってみるとまあいろんなことがあるなっていう感じですね。難しい。言葉で汚し合い譲り合えなかったな、それはタブーだって承知の上、後片付けもせずさよなら、二人会わない日々がもう10日続いてる、このままじゃダメってわかる、頭ではわかってんだ、君の言葉の節々にいつもトゲがあるから、魚でされて気に入らなくて追加となってしまう、ごめんねとすぐに切り出して飲みに来ないかって誘いたいけど、先に引き下がんのも尺だな、それじゃまさに君の思い通りだ、 Oh, oh, no more。 いつもは飛ばすのに占いなんて見てさ、相性 32% 結果にかなり落ちている、可愛くてスタイルも良くて実はすごい彼女だ、野放しにしている場合じゃない、やでも暮れになる前に我慢比べならもういいだろう、朝まで飲み明かして忘れないか、まさかすでにどっかの輩と、そんなバカな僕
のもう少しさ。大切なのはくだらないこのプライドなんかじゃない。君がいなけりゃ何を飲んだところでほらじけない。ごめんねとすぐに謝るのだ。君の文句だってとことん飲むぞ。ここで引き裂かんのが本当の男らしさ。僕のもう勝利だ。でまた僕は君のもう一人だ。ありがとうございます。スキマスイッチの飲みに来ないかという曲をお届けしました。ありがとうございます。この曲は僕はすごい好きですね。好きな曲ですね。昨日ちょっと今日アップできてないんですけど、ちょっと動画撮りためてたのがなくなっちゃったんで昨日アップした曲もやってみるかな。合ってんのかな。こんな感じか。難しいな。冷静に幸せてみれば君と僕は正反対で、数字だとしたら6と9のようなもんだな。急に一人にされた今では食べ散らかしたインスタントの空っぽよ、きっと6でもない僕が残った。いろんなことが思いのりに傾かったんだ。いろんなことが望みのりにいかなかったんだ。浅はかだったんだ。そのうち忘れるんだって、思い詰めてもしょうがないんだって。戻らないものはもう戻らない。何度も手に取る写真は破れず、君は綺麗だ。雑だな。君がくれた手紙を一つずつ紙飛行機に変えながら、ただ願うんだ、できるだけ遠くへ飛べ。繰り返し見たカンフー映画でも見てみよう、気を紛らわそう。それでもいつかひょっとして君を思い続けてればって、くだらないものがまだなくならない。情けなく引きずり続けている自分が嫌いだ。なんだかんだ言ってたってこの性格は変わらないんだって。ララライララライララライララいんじゃない。力なく吐くため
の君の名前、oh, こんなはずじゃなかったって、憤りを感じてんだって、切ない歌なんて歌うのはバカみたい。やっぱり手に取る写真は破れず、君は綺麗だ、やっぱり君は、ドンドロドドドドドド。やばい、雑だな。綺麗だという曲をお届けしました。これはまあスキマスイッチも歌ってますが、ウィンズも歌ってますね。なんか半から始めると時間の感覚が分かんないな。あと15分ぐらいか。結構こうちょっとファンキーっぽい曲が実は多かったりするんですよね、スキマスイッチって。初期の頃は僕まあ初期がすごい好きなんで。初期の曲ばっかりですけど。世間体なんて関係ない、別に誰の目も気にしてない、成り上がりだって方法だ、目をくらむほど優雅な暮らし、期待して流行るの、ランニングだって万全だ、忍び込んで10分で奪い取れ、保安官なんて呼んじゃって、僕にとってなんかなんてないのだ、そういった人間だ、用心棒に見つかっちゃ、そんなの素人黒人ならやり過ごせ、ガウディスの個展を目の前にして、ついにここまで来た、オナの双眼鏡を覗いて、君を探し出して、見つかればまさにエマジェンシー、迫り来る罠ももう一切飛び越えんだ、群がる奴らには瞬間で焦点、ライダー戦車潜水艇乗りこなせないもんなんてないぜ、とはいえ一つの問題が空回ってばっか考えもんだな、愛情の操縦は僕たちだって相性は結構すごいんだ、不祥のクローンパーフェクトなら何万回も想像したとこで始まんない、君の元へ走れ、おのおの憂いて泣かないで、泣けて泣かないで、夢に見た君とのラブストーリー、スナイパーなんてもんに見つかってしまっちゃ損ね、見えないところから令状をちょうだい、野球部サイダー暗い未来、アイ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 、野球部サイダー暗い未来、アイアイアイ、男なら自分の手で掴み取ってやるんだ、
ダメで泣かないで、未来が待ってるんだ、後戻りできないラブストーリー、迫りくる話をもう一切振り払って、君が待つ場所へと、物も言って泣かないで、扉蹴飛ばして、二人の距離はもう臨界点、英雄になりきってさっそと手を伸ばした、君からの答えは瞬間で、君からの答えは瞬間で強烈な焦点。やばい、最後が全然できなかった。これはアーセンの憂鬱という曲をお届けしました。これあんまり多分知ってる人がね結構少なかったりするんですけど、アーセンってどういうことかっていうと、アルセーヌっていうことらしくて、じゃあアルセーヌって何かっていうと、ルパンですね、アルセーヌルパン、それの曲だそうですよ。結構ねそのこと知らない人が多かったりするんですけど、じゃあ次で最後の曲にしようかなと思います。ひっそり聴いてくださってる方々ありがとうございます。まあいろんなね体調があったりいろんなことがあると思いますが、一週間一週間こうやってつないでいくことが大事だなとつくづく思っております。でもやっぱねやってよかったと思うんだよね。歌うってすごい大事だなって思うな。言葉にしていくとか、こうやってつながっていくって、僕にとってすごく必要な作業、作業じゃないな、必要な時間であり必要な要素なんだなって。じゃあ最後の曲にします。挨拶の前つなぐ手と手、いつものざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が大人になってくその季節が、悲しい歌で溢れないように、最後に何か君に伝えたくて、さよならに変わる言葉を僕は探してた。君の手を引くその役目が僕の使命だなんてそう思ってた。だけど今わかったんだ、僕らならもう重ねた日々がほら導いてくれる。君が大人になってくその時間が、降り積もる間に僕も変わってく。例えばそこにこんな歌が
時もつながってゆける」突然不意に鳴り響くベルの音、焦る僕ほどけるて離れてく君、夢中で呼び止めて抱きしめたんだ。君がどこに行ったって僕の声で守るよ。奏でという曲をお届けしました。むず久しぶりに歌ったな。というわけで10月の18日水曜日の夜、月火水とちょっと後ろ倒しになってしまいましたが、またこうやって音楽とともにあり、皆さんとともにありの時間ができたことが僕の力にもなってますし、皆さんの力にもなってたらなと思います。まあなんかね、本当ね、いろんなことがありますけど、心だけはやっぱり穏やかにいたいなと意味深だな穏やかに、まあ落ち着いてですね、焦ることないなと思うので、落ち着いて一つ一つにちゃんと向き合いながらいい準備をしてっていうの、なんかそういうのすごく最近忘れてるような気がするので、焦らないでしっかりとしっかりとしっかりとやっていけるようにと、みんなもそうやって頑張っていけますようにという思いを込めて今日の時間をお届けしました。というわけでまた1週間みんなで一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。お付き合いいただきまして、それではおやすみなさい。バイバイ。